バーベルナローグリップベンチプレスバーベルナローグリップベンチプレスバーベルナローリバースグリップベンチプレスバーベルナローリバースグリップベンチプレススミスマシンナローグリップベンチプレススミスマシンナローグリップベンチプレスナローグリップベンチプレスはウエイトトレーニングの種目の一つ上腕三頭筋の筋肥大を促し筋力を高めることができる大胸筋内側にも効く インクラインで行うと大胸筋上部内側、デクラインで行うと大胸筋下部内側に効く。腕を深く曲げると、肘関節に負担がかかり、故障の原因になる。腕を直角程度まで曲げればよい。肘を外側に向けすぎると手首を痛める原因になるので注意する。デクラインベンチで行う代わりに、フラットベンチの上でブリッジを作って、状態の傾斜を作る方法もある。 似たような種目として、クローズグリップベンチプレスがあり、これは手幅が肩幅程度であり、胸のあたりに下ろし、なるべく小指、薬指側で押すようにする。フラットベンチに仰向けになり、足を床につけて、バーベルを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、バーベルをラックから外し、胸の上に移動させる。息を吸いながら、バーベルを下ろす。 バーが大胸筋下部の付近に来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。フラットベンチに仰向けになり、足を床につけて、スミスマシンのバーを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、バーのロックを解除する。息を吸いながら、バーを下ろす。バーが大胸筋下部の付近に来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。 30から45度に背もたれを起こした、インクラインベンチに仰向けになり、足を床につけて、バーベルを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、バーベルをダックから外し、胸の上に移動させる。息を吸いながら、バーベルを下ろす。バーが大胸筋上部の付近に来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。30から45度に背もたれを起こした。 インクラインベンチに仰向けになり、足を床につけて、スミスマシンのバーを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、バーのロックを解除する。息を吸いながら、バーを下ろす。バーが大胸筋上部の付近に来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。デクラインベンチに仰向けになり、足を固定して、バーベルを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、 バーベルをダックから外し、胸の上に移動させる。息を吸いながら、バーベルを下ろす。バーが溝落ちの付近に来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。デクラインベンチに仰向きになり、足を固定して、スミスマシンのバーを肩幅よりやや狭く持つ。胸を張り、バーのロックを解除する。息を吸いながら、バーを下ろす。バーが、 溝落ちの付近に来たら息を吐きながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ありがとうございます。